話聞くどころじゃなさそうだ。あ、コナン君。とんでもないことになっちゃったね。本当、レイコが殺されるなんて。お姉ちゃん、ちょっといいかな。昨夜ってずっとランさんと一緒だったけど。そっか、それじゃアリバイはバッチリだわな。そんな、わからないわ。全然心当たりない？まさか。何？何でもいいから話してみて。まさかレイコ、私と間違われて。あ、ううん、そんなはずないわ。ごめん、何でもない。どっちにしろ警察の人には話を聞かれるみたい。ここにいた方がいいよね。そうね。コナン君もあまり警察の邪魔しちゃダメよ。はいはい。大丈夫？元気なさそうだけど。あんまり大丈夫くないな。ちょっとショック。レイコが殺されるなんてね。うちに帰りたいとこだけど、警察の人が帰っちゃダメだって。そっか、でもすぐ帰れると思うよ。ねえ、ちょっとお話聞きたいんだけど。夕食後からずっと図書室で文芸部の仕事をしてたわ。終わったのは9時半頃で、部長が呼びに来たの。もう遅いからお開きにしましょうって。それまでの間、ナオミお姉ちゃんとずっと一緒だった？ええ、あ、いえ、たまに席を立ったりはしてたわ。大方は。で、その後は？部長の部屋でお茶会。私、ナオミ、部長、それに涼子さんの4人。ずっとおしゃべりしてて、寝たのは1時頃だと思うわ。この証言は他の人と一致するな。あのさ、音楽室で麗子お姉ちゃんと。別に。さきお姉ちゃん、レイコお姉ちゃんに脅されてたの？そんなことないわよ、コナン君、バカなこと言わないで。ごめんなさい。コナン君、その話、誰かにした？ううん、別に誰にも。コナン君、音楽室でのことは何でもないの。だから余計なことを警察の人に言わないでね。い？分かった。俺が言わなくても調べりゃ分かっちゃうことだけどな。
僕はこれで。コナン君。何？うん、なんでもない。警察の方が来て、しばらくみんな校内から出ないようにって。容疑者が中にいるわけだもんな。ねえ、ちょっとお話聞いていい？昨夜は夕食の後、生徒会室でしばらく仕事してたわ。9時半頃仕事を終わらせて、図書室の2人にも切り上げるように伝えに行ったの。あとついでだから涼子さんを誘って、私の部屋で4人でおしゃべりしてたわ。寝たのは1時頃だったかしらね。この証言は他の人と一致するな。ねえ、私思ったんだけど、まさか涼子さん、リサさんと間違われて殺されたんじゃ。え、どういうこと？あのね、レイコさんとリサさんって後ろ姿がそっくりなの、知ってる？うん、僕も一度間違えたけど。だからリサさんを狙った犯人が誤ってレイコさんを殺してしまったってこと、ありえるでしょ？リサさんに届けられたあの手紙を思い出したら、そのことがひらめいたのよ。だとすると、犯人はリサお姉ちゃんの昔の知り合い、ユミっていう人になるね。そうね。ねえ、リサさんのアルバムにユミっていう子の写真とかあるんじゃないかしら。その写真を見たら、もしかして顔の特徴とかわかるかもしれないわ。あ、うん、あったらしいんだけど、なくなっちゃってたんだ。なんですって？本当？うん、誰かが剥ぎ取ったみたいな跡が残ってて。今んとこユミが誰なのか。真由美お姉ちゃんって玲子お姉ちゃんと仲悪かったの？誰がそんなこと。ナオミさん？別に誰ってことないけど。コナン君、子供がそんなこと聞いちゃダメよ。わかるわね？私も後で食堂の方へ行ってみるわ。何かお役に立てることがあるかも。じゃあコナン君、また後でね。いないみたいだな。警察が立ち入り禁止にしたのか。しゃあない、この部屋の捜索は警察に任せよう。うろちょろと目障りな子供だな。
今はこの食堂が警察の本部として使われてる。聞き取りなんかもここでやってるんだ。何も話すことはないよ。鍵がかかってる。ま、そのうち役だろ。後でもう一度来てみるとするか。ワープロは今さら調べても意味ないか。行事、連絡事項、いろいろ書いてあるけど、別に目を引くものはないな。ここら辺の書類を全部調べてる時間はないぜ。効率よく行かなきゃ。文集か。別に怪しいところはないな。事件の手がかりにはならない。サキさんは玲子さんにこの部屋に呼び出されてたんだよな。落書き一つしてない。真面目な学校だな。特に何もないな。別に何も落ちてないぜ。きれいに掃除してあるな。あれ？何の騒ぎだ？葛城さん、落ち着いてください。これが落ち着いていられるか。レイコがわしの…あれがレイコさんの親父さんか。父さん、警察の人の邪魔になるぜ。外に出てようよ。触るな。お前にわしの気持ちが分かってたまるか。父さん。そうか、分かったぞ涼子。お前が玲子を殺したんだな。桂木さん、あんた自分の娘になんてことを。そうだ、お前はいつも玲子のことを煙たがっていたろう。お前が犯人に決まってる。警部さん、こいつを逮捕してください。こいつが犯人です。もういい。誰かこの男を連れて行け。やれやれ。
んだ家庭だな。しかし父親があれじゃ妹への殺意も芽生えるか。同情はまだ早いかもしれない。が片付いたからってその辺荒らすんじゃないぞ。ここは警察に任せといてくれ。君も校内から出んようにな。死体はもう片付けられてるな。かかってる。ま、そのうち役だろ。後でもう一度来てみるとするか。なんだよ坊主か。部屋に入るときはノックくらいしろよ。大丈夫？さっき図書室で。心配してくれてるわけ？サンキュー。俺なら大丈夫だよ。昔から慣れっこなんだ、あんなことは。そう、ずっと昔からな。ねえ、ちょっと聞きたいんだけど。そんなこと聞いてどうすんだよ。え、別に。探偵の真似事かい？ナオミのやつに感化されたか？まあいいけどな。ゆうべは夜中の9時半頃かな。真由美たちが茶でもしないかって誘いに来たよ。9時半以前は？ああ、そりゃ飯食って風呂かっくらってからはこの部屋でゴロゴロしてたけど。その間のアリバイはないんだね。まあこの証言は他の人と一致するな。そりゃもう真っ先に思い浮かぶのは俺だろ。違うか。良子お姉ちゃん。でもな、あいつを殺したがってる人間なら他にも5万といるはずだぜ。レイコのやつ、家と学校じゃ性格が豹変してたからな。そこいら中で恨み買ってそうだったぜ。親父の前じゃ徹底的に猫かぶってやがったのさ、あいつは。それでさっき図書室で、あ、いや、そのその通りだからよ。俺も警察に呼ばれんのかな。うん、順番に聞き取りやってるみたいだから。かったりーな。それまで接近詰めかよ。しかしこれで玲子の影ともおさらばか。もう少しの辛抱ってわけだな。じゃあ僕行くよ。また後で。